豊富な人は夕方に散歩に出かけるのも良いでしょう。体を動くことで目が覚めますし、夕方は一日の中で体温が一番高い時間帯ですので、この時間帯に体を動かせばさらに体温が上がり、体温時期にも夕方が多くなります。その後体温が下がる時期も夕方に近づくようになりますので、睡眠にも良い効果が期待できます。実際に東京国際大学の田中博樹教授は、午後の30分の昼寝と大型のスポーツ選手を組み合わせた健康教室を開いています。この教室に参加した多くの高齢者が日中の眠気や大型の温度が減った、夜の睡眠が良くなったと言っていますし、注意力や柔軟性、バランス感覚なども改善しています。最後に女性の睡眠についてお話しします。日本人女性は日本人男性よりも睡眠時間が、このことについては第9章睡眠差社会でお話しします。例えば女性社長の GT や妊娠、出産、高齢化のため、それでは報道通信社による先週末5月9日総括集計の全国映画動員ランキング見ていきましょう。先週末お客さんの入りが良かった作品は一体どれだったんでしょうか。第5位、体温を上げる作用がありますので、月経前の黄体期は月経後の担当期に比べて0.4 度上がります。妊娠成分の図6の7、この図はそれぞれの月経周期における体温リズムを示したものです。妊娠期でも夕方に体温が最高となり、早朝に体温が最低となっていますが、矢印で示してある月経前の黄体後期では他の時期に比べて夜の体温が高いことがわかります。このように夜は体温が高いままですので、睡眠も深くなりにくくなります。続いて印刷教材の図6の8をご覧ください。この図はそれぞれの月経周期における睡眠段階の出現時間を示したものです。横軸は左から月経が始まった月経期、月経が終了してから排卵されるまでの卵胞期、排卵された後の黄体前期、そして黄体後期です。黄体期では前期も後期も深い睡眠である睡眠段階3と4が他の時期よりも減っていますが、黄体後期ではさらにレム睡眠も減っていることがわかります。このように月経前になると睡眠が浅くなるだけでなく、プロゲステロンの作用により、さらに眠気が強くなります。つまり、眠いのにいざ寝ようとするとぐっすり眠れないという不安定な状態になります。しかし月経が始まって2、3日後にはこのような症状はなくなります。続いて妊娠と出産に伴う睡眠の変化についてお話しします。妊娠すると最初のおよそ3ヶ月間はプロゲステロンの分泌が盛んになりますので、眠気や倦怠期が現れやすくなります。居眠りも増えますし、夜の睡眠も長くなります。これらの症状は妊娠中期のいわゆる安定期にはなくなります。しかし妊娠後期になりますと胎児が大きくなりますので、いろんな睡眠問題が起こります。お腹が圧迫されますから、呼吸も圧迫されますし、膀胱が圧迫されますので、トイレが近くなります。仰向けや寝返りも困難になります。子宮が時々収縮したり、夜昼となく胎児ができますし、背中や腰が痛くなったり、関節痛やむくみなどの症状も現れます。こういった様々な身体症状によって寝つきが悪くなりますし、夜に何でも目が覚めます。またこの時期にはその他の睡眠障害も起こりやすくなります。例えば妊娠中は出産や育児に対する不安が強まりますので、特に初産を迎える妊婦ではしばしば不眠が生じます。また体重が増えることで気道が狭くなると
睡眠中に呼吸がしばしば止まる睡眠時無呼吸症が生じることもあります。さらにむずむず足症候群も妊娠中によく起こります。むずむず足症候群というのは、見ようとすると手足に虫が這いずり回るようなむずがゆい感じがしたり、手足がほてったり痛くなったりしてじっとしていられなくなったり、なかなか眠れなくなる症状のことを言います。妊婦のおよそ5人に1人の割合でこのような症状が現れます。睡眠問題は出産後も生じます。出産直後1ヶ月ぐらいの間にマタニティブルーになる女性もいます。マタニティブルーでは理由もなく涙もろくなったり憂鬱な気分になったりするばかりでなく、しばしば不眠症状が現れます。また今日最初にお話ししましたが、生まれたばかりの赤ちゃんは昼夜の区別なく寝た起きたを繰り返しますから、お母さんは睡眠をまとまって取ることが難しくなり、慢性的な睡眠不足になりがちです。これらの症状の中には周りからのサポートによってある程度改善できるものもありますが、妊娠や出産に伴って必然的に生じるものもあります。しかしあらかじめ知っておけばある程度対処は可能ですし、周りからのサポートを得ることも容易になりますから、まずは妊娠や出産に伴ってこのような症状が生じることもあるということをご理解いただければと思います。最後に更年期の女性に生じやすい睡眠問題についてお話しします。更年期とは閉経の前後10年間程度の時期を指します。閉経は50歳頃に起こりますので、更年期はおよそ45歳から55歳頃になります。更年期になると卵巣の機能が低下し、女性ホルモンの分泌も低下します。その結果いきなり体がほてったりのぼせたり、また暑くもないのに全身が汗まみれになったりします。さらに不安や不眠、無気力、イライラといった精神症状や肩こりや腰痛、筋肉痛や関節痛などの身体症状も起こりやすくなります。このような更年期特有の症状を持つ女性の半数以上が不眠を訴えたり、日中に過剰な眠気が生じたりします。ただし同年代の男性の睡眠脳波を測定しますと、男性の方が女性よりも寝つきが悪く中途覚醒も多く、明らかに男性の方が女性よりも睡眠内容が悪いのです。しかし女性の方が男性よりも入眠困難や中途覚醒の訴えが多くなります。女性は自分の症状に対して敏感なので訴えが多くなるのか、あるいは男性は自分の症状に対して鈍感なので訴えが少ないのか、その理由はよく分かっていません。以上、今日の講義では睡眠は一生の中でどのように変化していくのか、特に子どもと高齢者、そして女性の睡眠の特徴を中心にお話ししました。それでは時間になりましたので本日の話を終わります。今日の担当講師は広島大学の林光雄教授でした。番組制作スタッフは技術村山拓実、ディレクター石塚幸男、プロデューサー国井豊でした。放送大学共通科目睡眠と健康を終わります。ラジオ、インターネットで学ぶ世紀の大学、放送大学。現在およそ300科目を開講しています。その一つラジオ科目公衆衛生をご紹介します。主任講師田代隆夫教授からのメッセージです。公衆衛生というのは他人の問題ではなく、どういうものを食べるか、ちゃんと運動する習慣を身につけるか、お酒やタバコはどうするのか、日々の生活に密着したところから学んでいく極めて身近なものであり、法律的なことも知らなければいけないし、国の制度、世の中の仕組みがどうなっているのか、それから遠くアフリカとか中南米とかそういうところに住んでいる人たちにも思いを馳せるというようなことにもつながって、広がりのある学問です。ぜひ聞いてください。ラジオ科学公衆衛生は毎週金曜午後3時15分からの放送です。